バトルマスター究極の戦士たちは、1993年11月19日に、東芝 EMI から発売された、スーパーファミコン用対戦格闘ゲーム、またはそれを原案とした読み切り漫画、未来世紀に XXX 年の地球、平穏に繁栄していた世界は、ある日、宇宙からの訪問者、ゼノを迎えることとなる。宇宙格闘戦士ゼノは、 私に勝てば願い事を何でも一つ叶えてやるという。世界中の腕に自信のある者たちがそれぞれの願いを叶えるために拳を振るい最終的に8人に絞られることとなる。そしてゼノとの対戦権を得るためのさらに荒烈な戦いが始まる。漫画版では時代設定は 25xx 年とされている。ベーシックスタイルの対戦格闘ゲームに ダッシュ、バックステップのほか、対戦格闘ゲームとしては、初の空中ガード、コマンド入力式の返し付き、返し投げ、投げ受け身のシステムが追加されている。また、必殺技とは別に隠し技として、封印技が存在する。これにより一人あたりの必殺技の数が5から7点と、多い点も当時としては異例である。必殺技、必殺技、あるいは封印技、 必殺技、封印技、封印技といった連続技が多数存在する。相手の体力ゲージをゼロ、または自分のキャラクターよりも多い状態で制限時間がなくなると勝ちとなる。2ポイント選手すると試合が終了する。基本操作は十字キーでキャラクターの移動。キャラクターが相手キャラクターの左側にいる場合、6前進、66ダッシュ、4交代。 または立ち、ガード、4フォーバックステップ、7、8、9ジャンプ、1、2、3しゃがみ、とオーソドックスな設定。ABXYLR で、パンチ攻撃とキック攻撃となる。攻撃の効果も、弱攻撃イコールスキが小さいが攻撃力が低い。中攻撃イコール弱攻撃と強攻撃の中間、強攻撃イコールスキは大きいが攻撃力が高い。 標準設定である。ただし空中で何回でも基本技を出せたりダッシュ攻撃ができたりと戦術の幅は広い。また基本技の戻りモーションに攻撃判定が生きているものも存在する。基本技の応用特殊な基本操作を紹介。追い詰められた場合やハメ技対策として組み込まれたシステム。より高度でスピーディーな対戦が可能となった。コマンドは 相手キャラクターの左側にいる場合、必殺技と封印技コマンド入力攻撃ボタンによる特殊な攻撃方法。1ヒットの飛び道具系必殺技から多段ヒットの連続技、威力の高い投げ技などバリエーションも豊富。ただし多段ヒット技は、その一撃一撃が基本技の一撃と同じ扱いでカウントされるため、技が深く入った場合は、 気絶状態に持っていかれることがある。技によっては気絶気絶が可能となっている。一人プレイ専用ゲームモード。キャラクター選択画面より操作するキャラクターを選び、最終的にボスキャラクターのゼノを倒し、エンディングを目指す。試合途中に、境界破壊とドラム缶破壊のボーナスステージがある。敗北すると、コンティニュー画面に切り替わり、再戦することができる。 二人対戦モード。お互い好きなキャラクターを選択し、その後ステージセレクトの後対戦となる。裏技を使うことで、ボスキャラクターのゼノを使うことができる。一度選択したキャラクターをキャンセルして、別のキャラクターを選び直すことができる。いわゆるオプション設定のできるモード。発売直前から特に注目していたのが、今は配管になってしまっている。 マルカチスーパーファミコンである。漫画家、佐々木義野を迎えたオリジナルストーリーを前編、後編に分けて掲載。また、記事特集も各キャラクターの特徴から必殺に、封印技まで基本的な連続技と合わせて紹介していた。さらに東芝 EMI より、ボイスドラマとキャラクターテーマ曲を収録したバトルマスターミュージック CD が、 ゲームソフトの発売からわずか5日の1993年11月24日に発売されている。ゲーム &CD の発売を記念に、マルカチ SFC から、声優の神谷明と、シーナ・ヘキルのサイン入り台本が、読者プレゼントで登場した。テレビ CF も放送され、すでに封印気、VMAX が映像として登場していた。ゼノのステージ BGM が、 CM に起用されている。ありがとうございます。